この時期にしか出荷されない七ヶ浜産の高級食材の鳥貝が今シーズン初めて仙台の市場に入荷し、1キロ当たり8000円から1万円と高値で競り落とされました。今朝早く仙台市中央卸売市場には七ヶ浜町で養殖された鳥貝およそ60キロが初入荷しました。鳥貝は高級貝の一つで、肉厚で甘みがあり、コリコリした食感が特徴です。七ヶ浜町では新たな特産品として若手漁師らが6年前から養殖の研究を始め、出荷は今年で3年目を迎えます。今年は1キロ当たり8000円から1万円と去年の2倍の高値で競り落とされました。甘みがあってですね、本当に、旨味も増しているような感じでいい感じに仕上がっていると思っています。今年の出荷量は去年夏の猛暑の影響で50キロほど少ないおよそ150キロを見込んでいるということです。